対戦よろしくお願いいたします。 QR パーティー、カプがいて、ジャラランガがいて、ネゴ魂威嚇マンがいるんですか。いや、どうしましょう。馬車投げて、バナかジュナイパーか。バナ何持ってんだ。あ、月光が後ろに入れときたいな。シルバリーさん、あなたスチールだって。うーん、バナかな。月光が ACL、 シルバディ、ジュナイパー、どれがいいかな。相手さんも悩んでますね。 ACL か。悪と格闘いるからな。まあ、毒もいますもんね。いや、よろしくお願いいたします。まあ、いつも通り例によって試運転はしてないので、なんとなくシルバディにはスチールを持たせております。コケコゲンガー、威嚇出てこなかったな。バシャバナですよ。これどうなるんだろうね。まあ、とりあえずコケコにヘドバック打つでしょ。そしてノービジットでなんちゃらかんちゃらデータじゃないっすよ。まだ始まってすぐ、待って早いって。よしよしよし。割と対面上は不利ではないような気もするけども、コケコが引っ込んでジャラランガが出てきてしまった。弦がないと。ただちょっとジャラランガさんに積まれたくないよね。メガ弦何してくんですか。ヘドロ爆弾。ヘドロ爆弾。よし、どけれ。うん、どうしようかな。あれ見る感じ、気合玉でジャラランが倒せそうなんだよな。やるか。ただゲンガーさんに対してバナがやることないんだよな。守るか。馬車が目が、馬車じゃねえ、不思議バナが目がしなかったもんな、このターン。さあ、どっちなんだ。馬車もだ。俺はずっと馬車もと共に行く。あ、びっくりした。いいよ、バナーを守ろう。ジャラランガくたばれ。おいしょ、オッケー。滅びやめて。ゲンガーの滅びに対していい思い出ないんだけどな。もうゲンガー無視するか。あ、そっか、防音だからジャラランガ効かねえのか。コケコ、じゃあ誓いやってみようぜ。やったことないんですよ。 これでいいのかな。これで炎の誓いになるんだよね。ゲンガーは知らんよ。もうほっとくよ。あいつどうせ守りそうな気がするし。
お、違かった。守んなかった。シルバナを待っている。草の誓い。おー、コンビネーション技だ。初めて見るぜ。燃え盛る。よし、とりあえずコケコ突破したぜ。なんか、もうちょっと派手なエフェクト。おー、こっちが派手だった。ヘドロ爆弾。打者耐えた。けど、毒食らっちゃったな。固定ダメージだったよね。守れなかったな。馬車の一致、炎の誓いだからな。ブルルやっときたいけど、これは、おお、すごいことになっていくで。ブルルやっときたいけど、待って、炎の誓いってさ、大文字消しちゃったんだっけ？そっか。じゃあ、ブルルそのまま行くか。行け！やったぜ！大変ありがとうございました。対戦よろしくお願いいたします。お、サナガエンってやつですね。よくわかんないです、私は。さて、どこから行きましょうか。アシレール行きたいけど、そうするとコケコが辛いのか。じゃあバナーで行くか。大丈夫、バナーで。シルバーディー出しにくいな。先発困るな、これ。ジュナイパーでガオガイン戦えるかな。ガオガイン戦うんだったらバシャーモが気合玉当ててもらう感じになるんだけど、シルバーディ何がいいのかな。何メモリ持たせるのがいいんでしょうね。じゃあとりあえずアシレーヌ出して、どうしようかな。月光が水2枚になるとこだった。あっぶね。じゃあバナ、バシャー、ジュナイパーを入れるべきだったかな。シルバリー使ってないな。大変よろしくお願いいたします。とりあえずね、ダブルやってて思ったことはね、特殊バシャームは強いよね。気合玉外すけど。本当に思う。サーナイト神剣、これどうなんの？やべえ、激流だ！さあ、どうするか。バナーがちょっと、厄介マンか。これサイコキネシス一点読みでさ、月光ガに変えるって結構吉かな。怪しいかな。正直カミツルギ嫌だよね。あ、草なんだあいつ。なんてこった。じゃあ、Z 打っとっか、サーナイトに。神剣さん、体勢やべえな。一旦じゃあ守るか。なんだろうな、頭ごっちにしてくんのかな。神剣が、追い風してサーナイトがハイパーボイス連打かなと思ったけど、やっぱ追い風してきたな。サイコショック。うえ、こえ。問題は、お、かわいいですね。あ、かわいい。超かわいかった。アシレーヌさん、これ防御に振ってるんじゃなかった。
ったかな、控えめで育てたっけ。まあ、どっちにしろ控えめでもラブリスターインパクトでメガサナを落とせるとは思えないですけど。ほらよ、あ、いいダメージだ。ネットムーンフォース、やけど引かせて、いやー月光が出せねえな。タスキ潰されたくないですよね。てか神剣やばそう。いや正直ね、エスパー半減持たせようか迷ったんですよね。神剣鋼 Z、 草 Z か、これアシレーヌ死んだな。リーフブレード、音いいよね。これ2体、目の前の2体消される感じじゃね。イエービーストブースト、あ、耐えた、やるじゃん、やるじゃん、バナさん。じゃあ月光が勢いを出していこう。えー、ガオタイム、ノータイムでできた。ひゃー、あ、大丈夫だ、特殊だな。追い風あと何ターンですか、2ターンぐらいありますっけ。いやー、あ、そっか、水の力になっちゃってるのか、ハイドロポンプじゃないのね。猫魂が不思議花に来るかな。変幻自在、あー、なるほどなるほど、リフブレード、狙ってくるね。まあ不思議花は守る、確かに見せたからな。もう一旦あるのか、水の誓いと草の誓いやると、草になっちゃうんだよね。ああ、でもあれか、素早さ下げるワンチャンあるのか。草になっちゃうのはいいんだけどさ、ダメだよね、草になっちゃね。こうのか、リーフブレード、ガオガエンより早いかどうかだよな。あ、よかった、とりあえずガオガエンより早かったけど、どっちが生き延びるか。はたき落とす、いやー、とりあえず追い風切れたでしょ。追い風切れたけど、どっちにしろ守、加速一回やらないとダメだから、守らないといけないでしょ。ガオガエン引っ込むかなって思ったけど、トンボかな。あ、よかった、君見切りしてくれるんだったらいいや。いや、でも倒すんだったらこれどうすりゃいいんだ。あ、いいのか、もうこれ突っ込むしかないんだな。神剣倒して、神剣よりも月光河の方が早いから、神剣よりでガオガエンに気合玉入れて、直帰じゃなければ倒せると思うだな。ああ、
腰でいったね。まあ、ここはいいや。とりあえず紙剣を処分できましたが、ラス位置なんだろうな。チチチランドかな。コケコか、困るな。だってこれか、ここどうする？水の誓いでさ、コケコ倒せるかな。ちょっと考えたいな。気合玉がおかえ打ちたいけど、コケコが多分結構が倒してくるかな。水の誓いでコケコ倒せれば違うんだよな。じゃあコケコ行くしかないか。ここはただ月光河の特攻で、しかも激流じゃないもんな、変幻自在だもんな今回。あーダメだ、虹がかかった。あー綺麗、マジシャンがあるのか。マジシャンだったか、フレドラ。これは耐えるけど、これどうすればいいと思います？ガオガエン直帰かな。あ、違う、守るだ使ったから直帰じゃないんだよな。じゃあせめてガオガエンもらって帰るか。あ、対戦ありがとうございました。